やっほーこんんばはばんは,こんばんは <laughs> おいっぱい見に来てくれてるヤっホー <laughs> はいということで本日は私田村真イが担当いたします <laughs> いつぶりだろう私の曜日でも私割とあれだよね定期的にやってる気がするどうですか皆さん すごい！みんながこんばんは。って言って。くれるはいまあ、とりあえず一番最初にやることをやっていきたいと思います。まずはですね。のぎおび選手権をやりたいと思います。イエーイ拍手 <laughs> はい。あ、ごめん。間違えた。<laughs> みんなごめんね。 一個抜かしてたみたい。えっとね、前回メンバーからの宿題があります。<laughs> すいません。<laughs> はい、ということで、じゃじゃん。<laughs> えっと、最愛のマユタンへ、マユタン史上最高に可愛いブリッコが見たいな、カキフォルテということで。カ <laughs> キフォルテさんフォルテさんだって。みんな誰かわかるフォルテさん。<laughs> しかもさ、ごめんね、この宿題する前にさ、 みんな気づいたここ「最愛のまゆたんえって書いてんの <laughs> すごくない私カッキーに「最愛」って言われるんだよ人生最高だねカッキーに「最愛」って言われるなんて <laughs> いやカッキーじゃないのかフォルテさんかカッキーフォルテさんから「最愛のまゆたんへ」もうここいっぱい言っとくね「最愛のまゆたんえって言ってますじゃじゃん <laughs> はいということで まあねそのフォルテさんのお願い。U、まあ、ターン史上最高に可愛いブリッコが見たいなということでえ。どうしよう、何しようえ。史上最高に。あ、じゃあ、とりあえず一回ブリッコってことでこれつけとこう。近くにね、置いといたんです。じゃじゃん。猫のかぶり物。<laughs> はい、じゃあ。 あのカッキーがさ最近よく私のモノマネをするときにする「あの帰りたくないな」<laughs> やりますかじゃあ私がカッキーにこの間私と弓木直央と柿春香でご飯行ったときに言った「帰りたくないな」行きます <laughs> まあしゃべってますあーもう帰るうんうんえー まだ帰りたくない。はい、これです。<laughs> これを柿遥にしました。<laughs> どうオッケーみんな。どうですかまだ帰りたくない。柿の家行っていいって。<laughs> やってました。<laughs> 似てる <laughs> いや、これ本気なんですけど。<laughs> まあねカッキーとね弓木といる時は基本的に私どちゃくそにふざけまくってるので <laughs> このなんていうのなんていうんだろうね変な声にしちゃうんですよね「素 <laughs> じゃない「酢、うん、の「うん」「帰りたくない」とかじゃない「帰りたくない」<laughs>「これですね どうですかかみんな満足いたたししま脳し、まあ、天頭突きはあ、脳天頭突きじゃない脳天甘いはカきはるかにしかしないのでごめんねみんなには見せれませんごめんカキ <laughs> にしかしない脳天甘いなのでごめんねそれはちょっとお見せできないんですけどもまあ帰りたくないよーの声だけお届けしてみました <laughs> はい。ということで、宿題終わり。<laughs> はい。ということで、あの、さっき間違えたね、野牛美選手権に行きたいと思います <laughs>。えっと、今週の競技は、片手で全部ひっくり返そうです、えー。全部黒の状態で並んだオセロの盤面を片手に持ち、もう片方の手でオセロを全部白にひっくり返すまでのタイムを競います。 週の中で最も早く片手で全部ひっくり返せた人に素敵なプレゼントが贈られます。ということで。えっとですね。じゃじゃん。今のところ、カッキーが1位ですね。梅さんとカッキーがやって、カッキーが勝ってます。ということで私は23秒57を切ればいいということですね。頑張ります。<laughs> 任せてください。ということで、よいしょ。 じゃじゃん。これ、どっからやった方がいいの下からの方がいいかなじゃあ、やっていきたいと思います。よーい、スタートあ、意外とむずい。えなるほどね、なるほどね。あ、いいじゃん、いいじゃん。え、やばい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 え、これ、枠からはみ出てるけど。<laughs> 気にしないで。いいみたい。今、どんぐらいなんだろう。これ、早いのかなあ、やばい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 。いい。待って待って待って。すごい、真ん中むずい。 ああいいペースいいペースいいペースあいや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 ,や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 こっちからもやりやすいなあいっ <laughs> どうだ <laughs> どうみんな早かったかなあ、ま、ちょっとこっちからの方が <laughs> こっちからの方が楽だったなっていうのと <laughs> まあ一回まあ一回ね書いてからみんなで発表しようかなじゃあ いってきたのでタムにしとこうかなえっとふふふふなるほどねじゃあはい <laughs> 私の記録じゃじゃん32秒24 <laughs> あれあれおかしいな。 23と32え逆じゃないんだこれあすごい私が <laughs> 文句言うから見せてきました <laughs> 間違えてないよっておかしいなあれカッキーどんめっちゃ速くないじゃんカッキーふーんふーんふーん まあ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 。まあこれはね別にね、日常的にやることじゃないんで。<laughs> まあ残念ってことで <laughs>。立て、立ててやるからどういうことだいたい立ててやるんじゃないのどういうことだあ、あ、こうやってやってるからってことあ、みんなこうやってやってたのあ、やべ、ほら私のさ、みんなに対するさ <laughs>、みんなが見やすいようにっていう気持ちがさ、 出ちゃったよね <laughs> 優しさじゃんそのこうやってみんなに面を見せてさやってたのはえじゃあさ絶対私さこっちでやったらもっと早いってことじゃん <laughs> みんな先に言ってよ <laughs> 見やすかったありがとうだって <laughs> どういたしまして、まあ1人ぐらいねこういうふうにやってますよっていう人がいてもいいよねっていうことでまあ私の今週はちょっとダメだったよっていうね感じでしたけどもってことでもうねやることだいぶねもう終わっちゃったからねもうフリートークです <laughs> 皆さんどうですかあそうだねまずは5月の11日12日にやりました山下さんの卒業コンサートがありましたけどもみんな見に来てくれたのかなどうだろう ま、見に来たか。さすがに。配信もあったもんね。配信もあったから、配信で見た方もいたと思うけど、あ、行ったよーだって。なんかさ、本当にさ、すごい思ったのがさ、あのー、今回、その、山さんの卒校の時にさ、みんなでウサ耳とかつけてたじゃないですか <laughs>。今まで、 それが可愛いっていうのは分かるじゃん。もう,うさみ見つけた女の子って可愛いじゃん。でもそれをライブでやるってあんまりなかったから、しかも、なんかユニットとかさ、なんか少人数での場合はあったかもしれないけど、そういうちょっと可愛い格好をしたりとかってね。全体、みんながさ、一斉にさ、うさみ見つけてさ、<laughs> あの、ステージにいるっていうのがさ、最高に可愛かったね。裏でもね、 あのみんなね、可愛かったの。それぞれの耳の付け方みたいなのがあってさ。すごい可愛かった。なんか、うさぎがいっぱいいるって思って。<laughs> すごいね、可愛い,いの渋滞でしたね。宿題もうやったの誰か教えて。もうやったよ。<laughs> ごめんね。一番最初にやっちゃったよ。ということで。 そうだ、ね、みんかわいかったよなあれねあらまゆちゃんが一番かわいかったよって <laughs> ありがとう君さては私のファンだね <laughs> 嬉しいですよ確かに私はあの猫ちゃんが大好きだから猫耳みんなにつけさせたいな <laughs> マイク歯にぶつけてたねだってそうなんですまださオープニングのさ MC でさ歯ぶつけるんだったら まあいいよなんか最後のまとめみたいなさ <laughs> MC の時にさやっちゃってさ、はあ、なんかねそういうところあるよなって思った <laughs> あのー、レイちゃんの舞台の鴨川ホルモンの時のあのー、最後にさトークショー出させていただいたんだけどその時もさいまだに見いぐりとかで。 なんか言われるんだけど <laughs>、帰り際にペットボトルと椅子を蹴って帰ってったねって言われるの。そうなんです <laughs>。私本当に何だろうね。ドジっ子でもないけど、なんかダメだよね <laughs>。そういうところあるよなと思って。ごめんね。でもみんなはそこも可愛いねって言ってくれるから、ありがとう。<laughs> みんなのおかかげで助かってる。梅 <laughs> さんにブリいじりされてるの好き <laughs> そうなんです梅さんは私のことをブリって言うんですよあでもごめんねみんなブリって梅さんだけの言い方だからごめんね <laughs> そう梅さんは私のことをブリちゃんって呼んでくれて、まあ、最近ブリか <laughs> なんか本当に最近すごく思うのが こうやって、のぎ帯びとかしてる時も、ふざけて、ふん、ふんとかやるけど、なんか裏の方がやっちゃうっていう、もう意味わかんないよね。<laughs> <laughs> ダメだなって、思うけど。裏とかスタッフさんに対してとか、別に私は、そんな意識してなくて、本当にナチュラルに出ちゃうんだよね。え、ありがとうございますとか、なんか言っちゃうから、 なんかかか取り憑かれてるのかな <laughs> 本当にそう思うねえびっくりだよね <laughs> 自分でもだからいつもカッキーも言ってたけどうすごいカッキーの話してるね私今日 <laughs> カッキーも言ってたけどなんか最近日常的プライベートでなんかたまになんか「またやっちゃった!」ってずっと一人で <laughs> 自分に突っ込んでる <laughs> またたやっっちゃったよもうっていうのをひたすらにやっててそれをカッキーとかユミギがなんかニコニコしながら見てるっていうそ <laughs> うこの間カッキーのさおうちに遊びに行った時もさなんかカッキーがドアをねあの扉自分家の扉をパッと開けた時に「やったー!」ってこうなんか跳ねちゃって「またやっちゃった!」って <laughs> もう何なったんだろうって <laughs> ねえ まあでも、好きな人だからやっぱりカッキーって、私の、好きな人の前では可愛くありたいよねっていうね、現れたねこれは <laughs>。きっと。きっとカッキーの前では可愛いと思われたいから、ぶりっこしてるんだと思います <laughs>。本能的にあざといが出てんのかもね <laughs>。今書いてあったけど <laughs>。ね。あ、面白い女すごい。何これ <laughs> そんなのあるの 面白え女ってやつ出てきたんだけど。え、私とカッキーが大好きなやつじゃん。こないだもそれ言いやってた。ふん。面白え女って <laughs>。意味わかんないね。プライベートで言うこと絶対ないじゃん。そんなこと。<laughs> 日常的にね、そんなことを言い合ってますけども。カッキーの家で何したの何したっけその時。あの、その3人でご飯行った日に弓木がお先にお仕事があるから次の日帰って、 で、私がカッキのお家に遊びに行ったんだけど、何してたかななんか本当に、ただ喋ってたカッキの家で <laughs>。喋り足りなくて、なんか、そのご飯会も、お仕事終わりに行ったんですよ。お仕事終わりに3人一緒のお仕事があって、あそうだよね確か。で、会って、3人で、あの、ご飯行きたいねってなって、私が、 行きませんかっておそれをして行ったんですけどなんかもし大好きだからもうカッキーもユミキもめっちゃ喋りたくてそれで私がカッキーに行ってもいいですかって聞いて「いいよ」って言ってくれたから遊びに行って何時かな3でも本当に夜中まで喋って。 帰りました <laughs> そうそうそうでもこないだもお仕事終わりにた今度私のお家にあの弓木とカッキーとレイちゃんとあやめが来てもんじゃパーティーしました <laughs> 楽しかったもんじゃパーティー そう私のうちにね、あの、なおが、誕生日にくれたホットプレートがあったんですけど、そのホットプレートね、やっぱ一人だとさ、使う機会ってあんまないじゃないですか。<laughs> ホットプレートとかって。だから、なんかみんなで集まって、なんかそういうパーティーみたいなのするときに使おうって思って、ずっともらってから、あの、使えてなかったんだよ。それをようやく使いました。 なおが焼きそばとか作ってくれて私とカッキーがもんじゃの材料のあの混ぜたりとかしてでれいちゃんが焼いてくれてあやめはその隣でお菓子を食べてました <laughs> 可愛かったなすごい楽しかったその日もねすごい本当にいっぱい喋って いろんな話してめっちゃ笑いました <laughs> 楽しかったまたやりたいなあやめはそれでいいのよ <laughs> 確かになんかお買い物をするときもさ私とカッあれ必要だねあれどこにあるみたいな探してレイちゃんとあやめは基本お菓子とか <laughs> をカゴの中にボンボン入れてきて。 えこれ食べるって「ん食べる食べる」って言っててなんか子供を育てるお母さんってこんな気持ちなのかなってちょっと思ったよねそうスーパーとかでお菓子とかをさお菓子とかデザート系をそうかごの中に入れてきて <laughs> すごい可愛かった小,小学生みたいだった本当にねえ でもそれがねまた何かか可愛かったからみんなに共有しとくね <laughs> そうそうそう確かにあやめあでも同期といると妹感出ちゃうあーでも確かにそうかもねなんか大人っぽいイメージ強いもんねあやめって基本的にし,しし本にしっかりしてるしほんとにしっかりしてるし何だろう喋り方とかもさなんおっとりしてるけどちゃんと喋るから <laughs> そうでも結構私とかそれこそれいちゃんとかねと一緒にいる時は結構はしゃいでるイメージあるかもすごい楽しかったな次は何パーティーしようかなでもたこ焼きパーティーもしたいしあと普通にお鍋もしたいしそう私しおりちゃんちで。 餃子パーーティーもこれはねあのー、こないだのさ工事中で初めてしおりちゃんの餃子食べて本当においしくて <laughs> びっくりするぐらいおいしくて足んなかった私は2つかな3つか2つ食べたんだけどもっと食べたいってなっちゃったから次はしおりちゃん家で餃子パーティーでも しようかな勝手に <laughs>。勝手に言ってますけど。翔りちゃんはいつでもおいでって言ってくれるから、ちょっとお互いのお休みとか、まあ、お仕事の終わりがね、早い日に行ってみようかな。<laughs> あ、ところで、宿題考えたっていうコメントがありました。まだ考えてないです。考える私、遅いもんね、いつも。 さすが私のファン。私のことよくわかってる。ということで、まあ、とりあえずね、次回のメンバーさんへってことで書きたいと思うんですけど、ちょっと待ってね。次回のメンバーへ。皆さん何がいいですかでも今回さ、これだったじゃん。眉、ま、端市場。 最高に可愛いブリッコが見たいなだったからみんな何がいいですか私ほらいつも時間かかっちゃうから何かな今えっと5月あでももう6月になるで、ね、もうちょっとで早っ何だろうなうーん難しいね同じのでもいいよ <laughs> まあ、みんな的にはさ、やっぱりブリックみたいじゃん。メンバーの。しかもさ、普段ブリックしないメンバーのブリックみたいよね。<laughs> 私もそれはすごく思います。え、いいかなえっと。今までやってきた中で、ん難しい日本語。考えてみんな、日本語。<laughs> なんて書こう。史上最高メンバーの す <laughs> みんな何だろうなじゃあ。が見たいなーにするか全く一緒もう。<laughs> まゆたんを抜かしたこれにするどう私あんまり他のメンバーに対してこういうのを変えた記憶ないからな。どうですそうね。限界突破。<laughs> まあまあまあみんなメンバーは絶対怒んないでいてくれるであろうって信じて <laughs> はい書きたいと思います「史上最高に,にかわいいぶりっ子が見たい」。 大変だね私はさもういっぱいやってるからさ <laughs> なんてことないけど「リコが」みたいな「ごきせいちゃん」とかだったらルクじゃってくれそうだ <laughs> はい次回のメンバーへ。 史上最高に可愛いブリッコが見たいな。どうでしょう <laughs> あ、しないは NG、確かに。しないは NG。はい、書いときました。<laughs> もう握られません。確かに三期生さんだったら <laughs> 私、どつかれるかもしれ裏で。<laughs> ちゃったーって言われるかもしれないけど、 まあでも、きおびですから。可 <laughs> 愛い,いことをしてくれるであろうと信じてます。<laughs> いい感じです。みんなからはすごい絶賛の嵐なんだよね。ファンのみんなからはね。<laughs> でも、まあ次回メンバーが誰かによりますけど、まあしないは NG って書いたんで、絶対してくれると思います。<laughs> ああ、どうしよう。危ないな。 ちょっと私だってこと書かなければよかった。ねえみんな。半思いな、まゆたん。<laughs> そうなんです。みんなのためを思って、みんなのために書いたんだからね。怒られるのはみんなだよ。<laughs> みんなが書いてって、みんながそれがいいって言うから、私は断れなかった。みんなのその思いを。だから、怒られそうになったら、いいや。あの 断りませんでしたごめんねって言います <laughs> 責任取るからさだって<笑><笑>面白いみんなありがとうあスクショタイムそうだねみんなじゃあせっかくだしこの子かぶってスクショタイムします黒髪にしたから会うね <laughs> いい感じはいまばたきしないからみんな今のうちにほいどうでしょう動くなってあれだよね動くないよな <laughs> スクショタイムなのにそんな動くないよなよね <laughs> どううでしょういいよありがとうお許しが出ましたえすごい今日めっちゃ順調なんだけどいつもさあの宿題決まらなくてさ最後にみんなに「ほら」みたいな感じで言われるのにさ <laughs> えリアルミーグリ行ったようだってありがとう誰だろうちょっと名前見れ,見れなかったな今ありがとう髪色ちゃんそうなのなんかさ染めたばっかの時はさ 本当に真っ黒だったんだけど、今ね、だいぶ落ちて、なんかナチュラルな髪色になった気がする。まあ、これはこれで可愛いよね。なんかそう、なんか今日なんかそうが多いんだけど <laughs>、みんながさ、思った以上に黒髪好きなんだなっていうのにびっくりした。私ほら割とさ、茶髪とか明るめのイメージ強かったと思うんですけど、 だし私自分のこと家べだと思ってるからなんか茶色とかの方が似合うなーって自分では思ってるんですよでも、まあ、気分転換に髪色を暗くしてみたらなんか思った以上にみんなすごい黒髪もうずっとそれでいてみたいな、あのー、言われて今後の髪色の指定が入ったので <laughs> そうそうそうだからまあまあまあ飽きるまでは 暗めでいようかな、とは思いますけど。まあ私も黒髪気に入ってるので。<laughs> はい、当分は黒髪でいたいと思います。みんな良かったでしょ <laughs> はい、ということで。あ、でもまだ大丈夫だ。まだ時間がある。えー、どうする何喋る <laughs> 自然に色落ちするの楽しんで。お、素敵な言葉を。ありがとうございます。そうだね。まあ。 今の色ぐらいがナチュラルなのかなでもね <laughs> 髪耳にかけてくださいいいよお両耳にするかじゃあ見て今日のねピアスはこれ見たことある人もいると思うけどハートなんです実は見えるかわいいでしょ隠しハート <coughs> かわい,いっすありがとうございますねこんな感じですと何何「リアミでアニメの話ができた」おっあ待ってじゃああの私さ基本的にさあのアニメ勢なんですよ漫画も好きだけどアニメの方がよく見るというか漫画は読むけど ものによりって感じなんだけど「怪獣八号」が面白すぎて続きが気になりすぎてあの漫画で読んじゃいました <laughs> すごくすごく面白かったですっていうのとあとあの私がさ多分アニメの話をよくするファンの方は知ってるかもだけど「桃源暗記」っていうさ漫画が面白いから読んでって、まあ、数名の方に多分言ったんですけど。 なんと、桃源暗鬼あの、アニメ化が決定いたしました。最高ありがとうございます <laughs> 嬉しい本当に。ねまさか自分が好きで読んでた漫画のアニメ化が決まって、最高 <laughs> 楽しみということで、こんな話をしてたらなんともう時間になってしまいました。えっとですね、よいしょ。どこだ あ、もう閉めるしか書いてないんだ、これ。<laughs> はい。ということで、もう閉めたいと思います。本日はありがとうございました。皆さん、あの、夜ご飯いっぱい食べてください。<laughs> バイバーイ。